こんにちは。こんにちは。オーシャン東京原宿店長の島崎です。オーシャン東京原宿三品代表チームアシスタント鈴木ライラです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は新キャラを登場しました。新キャラです。はい、鈴木くんですね。はい、はい、お願いします。僕がアシスタントの頃から三品さんのお客さんで来てた人です。はい、ではね、この間三品さんにウルフでこのカットしてもらっています。1週間ぐらい前かな。そうですね、1週間ぐらい前なので、衣がありまして、今回は襟足だけウルフということでね、襟足のアイロンの入り方のみを説明する動画を1本撮らせていただこうと思います。それではどうぞ。はい、では襟足のアイロンの入れ方を説明していこうと思います。お願いします。はい、声の出演は誰ですか。はい、アシスタントの飯星です。はい、TT の人です。はい、ではね、やっていきますよ。で、こういう風に襟足ウルフで残してあると思うので、まずアイロン入れる前に準備として、自分がアイロンを入れたい束をつまんで何個かに分けておいてください。これが自分でアイロンを入れるときに楽にするポイントですね。これいいかな。最高です。やべ。はい、で、ここから簡単で、セルフセットで入れるときは多分これ前から入れると思うので、耳を挟まないように束を掴んで、前から毛先までですね、しっかりアイロンを入れてください。で、冷ますのが大切で、毛先までね、しっかりアイロンを入れることによって、こうセットしてる途中でだれちゃったとか、ワックスつけたらなくなっちゃったっていう不安がね、なくなります。で、あとは同じようにつまんで根元から毛先で、この辺にね、一個内巻きを入れてあげましょう。まあ、スタイルによって全然大丈夫なんですけど、まあ、内巻きを入れることによってより動きが出ます。で、襟足の羽感のポイントとして、下に行くにつれてカールをさせる位置を毛先にしてください。 J カールにどん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 広がっていくようなイメージでアイロンを入れましょう。まあ、理由としては、こっちと同じようなテンションで C カールをバッと入れてしまうと、ここだけカールがすごく強くなってしまうんですね。で、ここで毛先が見える範囲とこっちで見える毛先の範囲、前からですね、見える範囲が違うので、ちゃんとこう前からどう見えてほしいのかを想像しながらアイロンをしっかり入れて、跳ねさせるのを毛先のイメージでアイロン入れてください。いいですか。はい、最高。最高です。で、アンダーですね。アンダーはもう本当にいつも通りスッと入れてあげると、まず襟足のアウトラインができました。で、襟足ここだけで作ろうとするのは大間違いです。皆さん、もう一線ですね、もう一線、こっち側一線目だとすれば二線目で作ってください。分かりやすくするためにね、こいつを使います。はい、ちょっと分かりやすくするためにダッカールで止めてます。はい、で、ここも同じようにね、まあ、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、さっきよりはちょっとさっきの束の間にこう作るようなイメージで束を置いてあげるといいです。で、またここも同じように根元から跳ねという風にアイロン入れてあげると
前から見たときに、前から見ますね、厚みが出てますね。はい、はい、ではこのような感じで襟足説明を終わりますので、はい、今度は、ライラ君に直接自分の手でちょっとやってみてもらいます。皆さんもセルフセットでやる機会があると思うので、分かりやすいと思うので、ぜひこの後も見てください。はい、ではライラ君に、セルフでちょっとアイロン入れてもらいます。はい、お願いします。はい、やってきます。はい、ではさっきみたいに1個2個3個、ちょっと声ちっちゃいかも、3、4個で5個って分けます。分けちゃいます。この分ける束の間隔はもう自分の感覚で大丈夫です。はい、でまずじゃあ1個目外跳ねて入れていきます。その時どういう風に意識してる、入れる時は毛先までしっかりカールがつくように、うん、手は手、アイロン持つ手、ちょっと見せてみて、アイロン持つ手、はい、こんな感じですね。で横から見るとそう、そうです、こうやって入れて、そうです、ね、そうですね。はい、はい、2個目徐々に緩くしていくイメージ、はい、そうですね。でじゃあこの3個目ですね、ここが大事です。内巻きを入れるんですけど、こう冷ましてあげるときに後つくんで、ちょっと持ってあげるといいです。で、これをつけた、さっき言ったように少しずつ J カールになるように、J カールの時どうや、何を意識するの、どうやってアイロンを入れるのを意識してる。 J カールは最初根元はストレートタッチで入れて、最後ちょっとカール入れるようなイメージです。なるほど、はい、滑らしていくんですね。はい、入れていきます。はい、で次に2線目、ここですね、ここの2線目は全部外で、はい、こんな感じですね。はい、こっちちょっと肘上げて、うん、でつまんで入れてこうです。なるほど、はい、手首を返す、中に返すですね。はい、中にちょっと肘上げた方がやりやすいです。はい、なるほど、はい、はい、いかがでしたでしょうか。襟足のね、アイロンの入れ方説明させていただきましたが、はい、今の入れ方で、まあ、応用も効くと思うので、はい、今回の持ち方とかもうライナーのセルフで、どうやってやってるのかっていうのも少しご紹介をさせていただきましたので、皆様の参考になればと思います。思います。はい、ではね、これからねこういう動画をちょっと増やしてやっていこうと思いますので、はいはい、細かくポイントでここ教えてくださいみたいな、ここがわからないですみたいなのがあったら、ぜひね言っていただければ、コメントとかで書いていただければ、はいはい、見てますので、はい、お願いします。ぜひご応募ください。お待ちしております。はい、ではまた次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。